ロドリゴ・ムニョスは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のプロサッカー選手。サッカーウルグアイ代表。クラブ・リベルタ所属。ポジションは GK。2008年、地元・モンテビデオの CA セロで、プロキャリアをスタート。2008年、国内競合クラブのナショナル・モンテビデオに移籍。2009年2月12日まで出番がなかったが、コパ・リベルタ・ドーレス2009のウニベルシダさん。 マルティン戦での素晴らしいパフォーマンスから、レギュラーポジションを確保した。コパリベルタドーレスでナショナルは準決勝まで進んだが、エステュディアンティスでラプラタに敗れた。翌年のリベルタドーレスでは、ラウンド16でクルゼーロ EC に敗れた。リーグ戦では2008から09シーズンと2009から10シーズンでチャンピオンに輝いた。2012年1月、パラグアイのクラブリベルタに移籍。 2011年5月18日、ディフェンソールスポルティングが派遣を拒否したマルティン・シルバの代わりとして5月29日に開催されるドイツ代表との親善試合のために招集された。2014年5月12日、ウルグアイ代表のオスカル・タバレス監督は2014フィファワールドカップの準備にあたってフアン・カスティー・ジョを外して25人の暫定リストにムニョスを含めた。 5月31日に発表された23人の最終リストにも無事登録された。2016年のコパアメリカセンテナリオでは暫定リストには入ったが最終リストからは外れた。ありがとうございます。